今回は、ポケモンの若葉タウンの街の BGM ですね。10分あればどこまで作れるのかということでやっていきたいと思います。まずキックとスネアですね。今回はドラムから入れていきます。でハイハットです。でピアノですね。まずコードを入れていきます。メロディーですね。で、スナップを入れていきます。で、少し展開を加えようと思ったのでリバースのシンバルを入れます。で、ここで一旦音を抜きますね。盛り下がる感じで作ります。でまた始めに戻る感じですね。ここで時間ですね。それでは聞いてみましょう。